はい、どうも皆さん、こは、ポッキーです。ザ・フォレストやっていこうと思います。はい、では早速ローディング。いやー、前回ですね、なんかなかいい感じのところに、まあ、拠点を建てられて、今回も頑張って生活していこうと思います。はい、よろしくお願いします。うん、ローディング長、あ、ちょ、えちょで、これマジかもしんない <laughs>。また 何のキー押しても反応、もう。いやいやなんでこれ、マジで。いや、このゲームダメでしょこれ。よーし、今日はいい。旅行日和だ。空も晴れていて。子供もちゃんといる。おぉ、今日の子供、なんか白いね。うん。牛乳使ったか あ、今日の飛行機明るい。さあ、どんな旅を待ってるんだっていうのは置いといてやっていきましょう。もうマジ最悪なんですけど、正直。何回目だよ、これ。もう俺、多分次のパートないかもしんないよ、森。うん。こんなん毎回聞けたらもうだって、ダメじゃん。実況になんないじゃん。って思うんだけど。まあ、やっていこうか。何回目だ君と会うのも。こんにちは。また会ったね。元気だったか元気そうでよかった。 うんさあ、どこへ出たあ、なかなか砂浜って、あ、ここ、あっこだ。一番最初の拠点のところだ。前はここら辺に家建てましたね。あここに MDS ちゃんもいる、ちゃんと。ここに出たのか。あ、人が死んでる。あ、同じ人が死んでるんだけど、あの、飛行機にいた人と。な、ずごいことあるし。あ、これは、テニスボールをぽいっ久しぶりにやったな、これ。お、見つけた見つけたここだ、ここだ。 前回、暮らしたところ、よーし、見つけたぞ。なんか気持ちがモリモリしてきた。これはなんかやって、やれそうな気がする。やってやれそうな気がするって謎だけど。まずここに色々大切なものを出して、もう集めちゃいましょう。パパッとね。よし、なんとかね、完成しました。もう必要最低限のものだけを復活させました。はい、まあ自分で集めたんですが。で、今回はね、えーと、なんと、扉ができました。玄関ですね。はい、皆さんここをくぐって、えーと、僕の家は来てください。お願いしますね。 はい。で、えーと、前回言っていたトラップをね、今回は作りたいんですが、んー、これはまた大変な作業になりそうだぞ。でも、そこまでいらなかったっていう記憶あるんだけど、ここら辺に立てるか。よし。えー、じゃあもう3つとも出しちゃいましょう。よし !1 個目のトラップ完成です。はい。待って。はいオッケーいいねお、なんかドクロマークついてるんだけど、これ何 ここには枝があって、上に、なんか棘のついた丸太。ここ行くのかあ,あ、壊しちゃったえ、嘘あ、あ、いい、いい。あ,あ、治るんだ、治るんだ、奥 k 何回でも使えるんだね。あ,あ、わかった。ここをこう、原重味が来たら、上から丸太が落ちてきて、その丸太に、この針がついてるから、それでもう、チクチクになると。なるほどね。あ、これは強いんじゃない割と。っていうか、だいぶ強いでしょ、これ。うわーって言って。 ザクって感じか。オッケーです。さあ、あと原住民を待つだけだけど、こういう大切な時に来ないんだよな、原住民。まあ、また来たらね、あれ、あのー、ここへおびき寄せたいと思います。その間に向こうのやつも作っときましょう。よし、二つ目のトラップ完成。あ、あ、なんとなくわかるぞ、これは。多分だけど、ここにこう、原住民がやってきたら、どうなるんだ あ、これ、人間では作動しないって感じかここに原住民が無邪気に遊んできて走ってきたら、ここにボーンってね。なるほど。これは強そうだ。てか暗くなってきてまずいな。暗いとかは苦手なんだよ。はい、完全に夜なんですが、なんとかトラップ3つ目、完成です。はい。そして、ちょっといたトカゲを俺は借りたい。君か。オッケー。トカゲ反対になってるな、完全に。さあ、このトラップはどのトラップだ なんか糸がありますね。あ、このドクロマークのところに行けばいいのかなこう行ったらあ、あ、あ。なるほど。こう行ったら、足に、この糸が引っかかって、宙づるになるって感じか。えー、すげえ。トラップすげえ。うん。で、これちょっと毎回ちょっと引っかかるな、俺が。俺が引っかかるっていうね。テニスボールをぽいうわあびっくりしたびっくりしたちょっと待って来た来ました お客様が来ました。じゃ、かけてやるか。仕方ねえな。ここにまず火を灯しておこう。あ、ちょっと、やめて。ちょ、かけてあげましょう。えー、ではまず、このトラップ。あれもう引っかかってるんだない、これ。だっ,って。なんで壊れてんだ引っかかったもうもしかして。さあ来て。昼間に本当やりたかったけど、こっちへ来るんだ。来た来たいいあ、え避けてるじゃん。ちょっと待って、避け。 <laughs> 普通に避けたちょっと待って。いじてたい <laughs> あ、あ、こんにちは。ちょっと待って。まずい。普通に避けられるってことが判明したんだけど。<laughs> おい、なんでわれ意味ねえじゃん。あれ意味ない。じゃあ、もっと奥のやつ行こう。やっぱこれは弱かったんだ。なんか一番簡単にできたし、やっぱ弱いと思ってた。すげえ駆け回ってるな。さあ、こっちへ来い。どこだっけこれだっ <laughs> いった痛すぎ。これ、これ、引っかかって。来い、こっちへ来い。どこにいる どこにいるかも見えない。どこ行ったあいつ。原住民。いるいる。よし、来た。来い。そのままこっち来い。そして引っかかれ。お、お、いいねいいね。いいねいいね。こっち来い。なんかもう一人来てる気がする。やっぱりああテニスボールをぽいんー、なんかいまいちだったねー。っていうか。 こんにちは。<laughs> もうね、なんかあの、トカゲを見つけたらすぐ狩る俺。うん。これ全然ダメだった。うん。全然役に立たないわ、これ。トカゲくんも引っかからないレベル。うん。んで、これは多分ダメっぽいから、まぁ、あ、一応もうこれね、成功すると思ったんだけどなーそしてこっち、こっち行けるかと思いきや、うん。こっちの方向から、こうやって走ることがないっていうね、厳重民ね。うん。 ね、食らうのかも定かではない。ということで、確実に仕留められて、多分こう、こう来て引っかかったら多分こう、忠になると思うんだよ、ここで。その姿を俺は見てみたい。原住民の。ということで、原住民が来るのを待ちましょう。こっち向かって来い。ほい。地面を叩こうか。さあ、来いよ、ここにいる。俺は。よし、来た。来た。いいぞ。いいぞ。いいぞ。そのまま、こっちに向かって歩くだけ。なんで あー、危ないどっちか引っかかってねどっちか引っかかるでしょう ?2 個あるし。来いよ、来いよ、来いよ。来た来た来た引っかかれよっちーもっちー引っかかっちー <laughs> ちょっと待って、お前も引っかかれお前もお前も引っかかったらハッピーハッピーいいぞ、取ったぞ、取ったぞ <laughs> ちょっと待って。あらー。もう一人は帰っていったか。 もう興奮しすぎて意味わかんないこと言っちゃった。やっちーもっちーみたいな。ちょ待ってこれ。ああもう一人来たえあ助けてる。ちょ待って、もう、もう一人も取りたい。来いよ来いよ。え何やってんのあれ。やばい助けようとしてるえ仲間あれ何やってんだあ、友情が見えるそう。で、それちょっと。あ、攻撃になってんじゃないえ何やってんの何やってんだお前おい あ、ごめん。あ、嘘。あ、散らばった。ちょっと待って。待って待って。もうちょっと観察したかったのに。やべえ。やっちゃった。あ、めっちゃいるめっちゃいる。あ、近っ。ちょ、近い。こんにちは。うわ、引っかかった引っかかった。ははは。捕まえたぞ、お前。さっきはよくも散々やってくれたな、おい。あ、なんだこれは女の原住民っぽいですね、これ。 お、うん、届かない、届かない。お前には届かないぞ。かわいい組みますね、こう見ると。やったぜ。結構ね、引っかからなくて、頑張ったんで、いいですね。このトラップは使える。うん、マジ使えるわ。これはマジ使える。でも、これ以外のトラップはマジ使えないと思う、ほんとに。で、これはいいね。さあ、どんなことをしてあげようか。まず、トカゲくんに見せてあげよう。トカゲくん。どうだいああ、トカゲくんが、嘘。やばい、やられてる。トカゲくんが、痛い。ビンタ。ビンタ。 バチンちょ、かわいそうトカゲクトカゲクトカゲはトークよくわかんないですね。あ、あ、熱いか、お前。熱い、あ、そうだ。いいこと思いついた。超いいこと思いついたんだけど。えーっと、この、下に、これを設置する。そして、これを、燃やす。熱いか、お前。どうだ。<laughs> どうだ、熱いか。 んなんか変な感じになってないなんか、なんか、ロープ変な感じになってるけど。暑いか。おい。あ、元気なくなってきましたね、こいつ。よーし、いいぞ。さあ、では、そろそろ調理しましょうか。えーと、まず、みじん切りします。ステイッステイッちょっこれ、かわいそうな動画だな、なかなか。うん。オッケーありがとう、原住民。よーし。なんとかね、終わりました、調理。 はいスタッフが後から美味しくいただいたんで問題ないですはいということでザ・フォレストどうでしたでしょうかまぁ、あ、今回はねトラップをいい感じに作れて良かったですねでまぁ、あ、一つのトラップしか本当に使うことができなかったんだけどまぁ、あ、皆さんもねあのえっ、ー、と原住民を吊るすことのできるトラップぜひえっ、ー、と作ってみてくださいはいなかなか面白いし結構原住民が引っかかってくれるんでねはい原住民を捕まえることもできていいと思います はい。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。え、次回はですね、ちょっとコメントでなんか、すごい面白そうなことを書いてあったので、そちらを挑戦しようと思います。はい。次回は結構大変なことになりそうですが、次回も頑張っていこうと思います。はい。え、ではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。もし動画が面白いと思ったら、高評価ボタンを押してってね。え、ではポッキーでした。バイバイ。